皆さん、こんにちは。日本の社会において、被差別部落出身者は長い間、さまざまな偏見や差別に直面してきました。しかし、このような困難な状況からも、数多くの才能ある人々が登場し、芸能界で輝かしいキャリアを築いています。特に、女性芸能人の中には、その出自を乗り越え、才能と努力で、名声を勝ち取った方が多くいらっしゃいます。この動画では、被差別部落出身の女性芸能人たちの生き様を紹介します。彼女たちの物語は、単に成功した芸能人の物語ではありません。それは、社会的な壁を乗り越え、自身のアイデンティティを確立し、多くの人々に影響を与えるまでに至った、勇気と決意の物語です。彼女たちの才能、強さ、そして社会に対する影響力を、深く掘り下げていきます。中森明菜、16歳の時、オーディション番組「スター誕生」を経て、82年にシングル「スローモーション」でデビュー。続く「少女 A」よりヒットを連発。突っ張りとアイドルの両面を打ち出したイメージで、第二の山口百恵とも称されました。85年の「ミ・アモーレ」、翌年の「デザイアー」で2年連続日本レコード大賞受賞。85年から3年連続レコード売上トップを記録するなど、日本の歌謡界を牽引しました。そんな中森明菜さんの父は、通称中森村、現在の埼玉県志木市出身で、この地は被差別地域とされていました。中森明菜さんの父は肉屋を営んでいたことから、本人も被差別地域出身者ではと噂されました。中森さんはもともと芸能界には興味がなかったのですが、若い頃に歌手を目指していたお母さんの夢を自分が叶えようと歌手を目指し、1981年16歳の時、オーディション番組「スター誕生」に出場。1度目、2度目は顔に若々しさがないとの理由で審査員の松田俊さんに酷評され、決勝には進めませんでしたが、3度目の出場では山口百恵さんの「夢咲案内人」を歌唱し、同番組の史上最高得点となる392点で決戦進出。そして12月に開催された決勝大会で再び「夢咲案内人」を歌唱すると、11社ものレコード会社や芸能プロダクションからスカウト。最終的に中森さんはプロダクションは検温、レコード会社はワーナーパイオニアと契約されたのでした。家族のために、家族に楽をさせたいと歌手になった中森明菜さんですが、莫大なお金が手に入ることで、そのお金が家族へ流れていき、家族が働かなくなったという噂もありました。中森明菜さんの事務所の方にもお金の無心に来ていたともされますから、真面目で家族思いの中森明菜さんとしてもショックだったのではないでしょうか。きっと何もなくても中森明菜さんの人となりを思えば、家族に援助はしているはずですから、よっぽど家族を信じられなくなってしまったのではないか、確執とされることも本当のことなのかもしれないと推察します。中森明菜さんの著書である自叙伝「中森明菜心の履歴書」には、親に愛情を注がれずに育ったことを告白しており、自己肯定感が低いのだということを綴ってありました。親の顔色をうかがってばかりいたせいか、周囲に嫌な思いをさせないようにうまく立ち回ろうとするものの感情を制御できないと語っており、この生育歴も家族との確執に関わっていると考えられるのです。森口博子さんとは、機動戦士 Z ガンダムや機動戦士ガンダム F91、鎧伝サムライトルーパー等のアニメの主題歌を歌った歌手であり、バラドルの元祖と呼ばれました。1968年に福岡県福岡市南区の大楠で生まれた森口博子さんは、帰化した在日韓国人だったとの噂がネット上で飛び交い、それが原因で被差別地域の出身ではないかと噂されました。森口博子さん4姉妹を女手一つで育てた母花村玉江さん、仕事場では当時年齢が若く一番きつい仕事もさせられたんだとか。母の花村玉江さんは給料は安かったのですが、余った魚を仕事終わりに格安でもらうことができたことは救いで助かっていたようです。たくましくならざるを得なかった母花村玉江さんは森口博子さんに、恋愛禁止、
のルールを課すなどして厳しく育てました。母花村珠恵さんにとって子供は女ばかりですもんね。恋愛禁止、流行りすぎに感じるかもしれませんが、娘を守る親心はわかります。厳しく育てられた森口博子さんは学生時代男性とうまく接することができなかったそうです。厳しく育てられた一方で歌手になりたい森口博子さんが口にした夢は、母は全力で応援してくれたといいます。何度オーディションに落ちても母花村珠恵さんは森口博子さんを応援し続けました。親が応援してくれるなんて素敵ですよね。そんな森口さんは幼い頃から芸能界に憧れ、数多くの歌合戦に出場されていたそうで、10代でスクールメイツに所属されると音楽番組でバックダンサーを務められるなど、下積みの中アイドル歌手を目指されるのですが、なかなか芽が出なかったようです。しかし NHK ののど自慢番組勝ち抜き歌謡天国で準優勝したことがきっかけとなり、1985年、機動戦士ガンダムの後期オープニングテーマ曲水の星へ愛を込めてでアイドル歌手としてデビュー。小林幸子、芸能歴50周年を迎える演歌界の大御所中の大御所で、代表曲は思い出酒、もしかしてパート2など、歌以外にも女優としても活動しており、1968年にはテレビドラマ青い太陽で主演およびエンディング主題歌を担当しています。小林幸子さんは新潟県新潟市の部落地区出身ということから、被差別地域出身者ではないかと言われています。また実家が精肉店ということもこの噂に拍車をかけています。小林さんは幼い頃から家の隣のお寺のお経や三軒先にあった小さな映画館の劇中歌の渡り鳥シリーズほか、チャンバラ、ポップスなど様々な音楽が流れる環境で育たれた上、小林さんのお父さんが子供の頃歌手の庄司太郎さんに憧れて歌手を夢見ていたことから、まだ幼い小林さんを抱いてお風呂に入っては浪曲などを歌って聞かせられていたそうで、そんなある時、いつものようにお父さんに抱っこされながら湯船に浸かっていた小林さんは、お父さんから歌ってみろと言われ、そのまま拳を入れて歌うと、お父さんが抱っこしていた小林さんを湯船に落としそうになるほど、小林さんの子供離れした歌声にびっくりされたそうです。その後小林さんはお父さんの影響もあってか、1963年、9歳の小学4年生の時に歌謡バラエティ番組歌真似特本に出演され、美空ひばりさん、畠山みどりさん、松山恵子さんの3人のモノマネを披露すると、他の大人の出場者を圧倒する歌唱力とモノマネで、あれよあれよと5人勝ち抜いて見事グランドチャンピオンに。そして審査委員長だった古賀正夫さんから、小林さんの両親に、僕のところで娘さんを歌手にしてみませんかとスカウトの声がかかります。ただ歌手になることに大賛成のお父さんに対し、お母さんは大反対で、二人は大喧嘩。ただ当の本人の小林さんが歌手になりたいと言われたことで、翌年の1964年に上京し、嘘つきかもめって演歌歌手デビューされると、なんといきなり20万枚を売り上げるヒット。こうして小林さんは美空ひばりの再来、天才少女歌手とたちまち脚光を浴びられたのでした。しかしデビュー直後は仕事があったものの、その後ヒット曲が続かず、10年という長い不遇時代を過ごしていました。この時は一人で全国各地を行脚し、昼間は各地の興行を行いながら、地元のレコード店やラジオ局などでキャンペーン回りをしたり、夜は毎晩深夜遅くまで飲み屋やキャバレーなどの繁華街で歌い続けていたのだそうです。1974年に第一プロダクションに移籍すると、翌年思い出酒が有線放送から徐々に知名度が上がり、レコード販売200万枚の大ヒットを記録しました。そして第30回 NHK 紅白歌合戦に出演、全日本有線放送大賞グランプリ、第21回日本レコード大賞の
最優秀歌唱賞を受賞しました。その後もヒット曲に恵まれ、2000年に日本レコード大賞、美空ひばりメモリアル選賞を受賞。夢の果て、四五線の夢で日本レコード大賞編曲賞を受賞しています。瀬川瑛子、1967年にデビューし地道に活動を続け、1970年に長崎の夜は紫が50万枚のヒットを記録し、1983年には千秋直美や細川隆らとの共作矢切の私が30万枚を売り上げました。そして1986年には夫婦の情愛を描いた命くれないが1987年度オリコンシングルチャート年間1位を記録し、ミリオンセールスを記録して大ヒット。自身の代名詞的な曲となりました。出身地は東京都渋谷区となっていますが、実は被差別地域といわれる神奈川県川崎市中原区という情報が飛び交い、さらに瀬川瑛子さん自身が帰化した元在日朝鮮人で被差別地域出身者だと噂されていましたが、あくまでも噂の段階なので定かではありません。瀬川瑛子さんの父親は瀬川慎さんという歌手の方です。1916年10月24日生まれで、2004年3月14日に87歳で亡くなったそうです。父親は上州ガラスや明星ガラスといった代表曲があり、第2回第7回の NHK 紅白歌合戦に出場したそうです。紅白に出場するくらいですから人気もすごかったのでしょうね。瀬川慎さんは歌手としてだけではなく焼肉屋も経営していたそうです。下積みが長くて苦労したということもあって大変な思いをしてきたみたいですね。瀬川慎さんは娘を自分の後継者にしたいという強い思いがあって歌のレッスンを施したそうです。瀬川瑛子さんは父親の教えを受けて小学生の時から父の舞台の前座に出演していたそうですよ。演歌歌手の人は幼い頃から徹底的に歌の教えを受けている人が多いみたいですね。自分の娘が紅白に出場し親子2代での出演を果たしたということで喜びも大きかったでしょうね。親子2代で紅白ってなかなかないですし、すごいですよね。最高の親孝行ではないでしょうか。一方の瀬川瑛子さんの母親ですが、実は母親が韓国人という噂があり、これも瀬川瑛子さんが被差別部落出身であるという噂に拍車をかけているようです。母親の情報はネット上にはほとんどないようなので分かりませんが、もしかしたら韓国人や中国人の血が入っているのかもしれませんね。このくらいの年代の日本では中国人とか韓国人とか芸能界にもたくさんいたみたいですし、不思議なことではないですね。母親の国籍については不明ですが、瀬川瑛子さんは日本で生まれていますので日本国籍で間違いないと思われます。沢口靖子、1984年刑事物語潮騒の歌でデビュー。1985年 NHK 連続テレビ小説身を尽くしで全国的に人気を博し、以降ドラマ映画舞台に多数活躍。科捜研の女、鉄道捜査官、警視庁機動捜査隊216、検事霞優子があります。沢口靖子さんの出身地は大阪府堺市西区で、近くには共和町という日本有数の被差別部落があることから、沢口靖子さんは被差別地域出身者なのではと噂になりました。また一部では実家についてボロ屋だった、部落だったという噂が流れていますが、証拠はありません。実家の詳しい場所も明かされていないため噂止まりです。沢口靖子さんのお父さんは一般人ですので名前や年齢、顔写真は公開されていません。お父さんは旧国鉄現 JR の職員でした。沢口靖子さんの芸能界入りには反対していたものの、お母さんの説得のあり最終的には認めてくれたのだそうです。沢口靖子さんのお母さんは八重子さんと言います。お母さんも一般人のため顔写真などは公開されていません。沢口靖子さんの両親は共働きだったものの、お母さんはいつも10種類以上のおかずが入ったお弁当を作ってくれ、塾で帰りが遅くなっても帰りを待っていてくれたそうです。1965年6月11日に誕生した沢口靖子さんは、幼い頃から容姿端麗で
芸能界に入る前から追っかけがいたそうです。そのため沢口さんを守ろうという親衛隊が多くおり、その伝説は今でも語り継がれているのだそうですが、沢口靖子さんは親衛隊について知らなかったと話していました。そして1984年に第1回東宝シンデレラでグランプリを受賞したことをきっかけに芸能界入りを果たし、同年女優&歌手で八代亜紀、もう一度会いたい、船唄、雨の慕情などをヒットさせてスターの地位を築きます。ハスキーな声で女の情念を歌い上げ、演歌の女王と称されると同時に映画や TV ドラマ、舞台にも出演。また趣味の油絵では国内外のコンクールで入選するなど多才ぶりを発揮しています。八代亜紀さんは両親が在日朝鮮人で被差別地域出身だと言われています。そのため八代亜紀さん自身も部落出身だと噂されるようになりました。八代さんはお父さんが浪曲の名手だったことから、幼い時から子守歌代わりに浪曲を聴いて育ったそうで、そんなお父さんの影響を受けてか地元の歌唱コンクールなどにも出場するほど歌うことが好きな子供に育ちます。そして12歳の時にお父さんが買ってきたジュリー・ロンドンのアルバムにクラブで歌う一流のシンガーと書いてあったのを見て、そうか、クラブで歌うシンガーが一流なんだ、クラブシンガーになっていっぱい稼ぐぞとクラブの歌手を目指そうと思われたのでした。それで中学卒業後は歌手になるためのステップとして地元熊本のバス会社九州産業交通に就職し、バスガイドとして勤務されたのですが、仕事があまり合わなかったことや、ちょうどこの頃お父さんが苦労して会社を立ち上げられており、早く稼いで助けたい気持ちもあったことから、ほどなくしてバスガイドを辞め、18歳と偽って地元熊本県八代市にあるキャバレー乳白馬のオーディションを受けると見事合格。ご両親に内緒で歌手として働き始めたのですが、お父さんの友人がお客さんとしてやってきたことで、働き始めてわずか3日でお父さんにもバレてしまい、不良になったと勘違いされた八代さんはお父さんに感動されてしまったのでした。こうしてお父さんから感動された八代さんは、お父さんに本当に歌いたいことを理解してもらうため上京し、いとこ夫婦の家から音楽学校に通われるのですが、そんなある日、銀座の高級クラブ美人喫茶の歌手募集の張り紙を見つけ、何か直感めいたものがあったのか、即座にお店の中に入りオーディションを受けられると、見事専属歌手として採用されたそうで、私すごくシャイで人とうまく話せなかったけど、クラブシンガーになって歌いたいという思いだけで募集の張り紙を見てパッと入ってオーディションを受けましたからね。チャンスってすぐ頭の上を飛んでるから、ジャンプして手を伸ばす行為、努力をしないと逃げていくってすごく感じました。今日から専属で好きな歌を歌っていいって言われて嬉しかった。当時初任給が7000円くらいの時代に10万円のサラリーでしたよと当時を振り返っておられます。ちなみに八代さんは12歳の頃に憧れたアメリカのジャズシンガーが歌うクラブと日本のクラブを勘違いして働き始めたのですが、八代さんが歌い始めるとお客さんや従業員の女性などが全員立ち上がってフロアでダンスを始めたそうで、それを見て八代さんは自分のハスキーな声が初めて好きになったのだそうです。そしてその後は八代さんの評判を聞きつけたスカウトマンが八代さんをレコードデビューさせようと何人もお店にやってきたそうですが、八代さんはクラブでのお給料に不満はなく、クラブで働いていたお姉さんたちも、あきちゃん、あなたの歌を毎日聴けてものすごく嬉しいと言ってくれていたことから、クラブでの仕事に満足しており、当初はデビューのオファーを断り続けていたのですが、その一方でクラブで働くお姉さんたちから、あきちゃん、私たちみたいな女性があちこちにいるの、だからさ、レコードを出してそういう人たちにもあなたの歌を届けてと言われたそうで、まだ10代で生意気盛りの八代さんはしょうがないなという気持ちから
出勤前にレコード会社に立ち寄ることに。するとそこにはレコード会社の重役が勢ぞろいしており、ちょっと歌ってみてほしいと言われ、その場で歌ったところ、即座に専属契約をしてほしいと言われたのでした。そして1971年9月25日、愛は死んでもでデビューをした八代さん。初のレコードに嬉しすぎでレコードを抱えて眠りについたそうです。そして1973年には東映映画の夜の歌謡シリーズ涙恋で起用された涙恋。1979年には大ヒットを記録した男歌、船歌。1975年には愛の終着駅。1980年、女港町。2009年、雨の慕情など数多くのヒット作を出しています。そんな彼女は1974年に第7回日本優先大賞でグランプリを獲得。1980年第6回日本テレビ音楽祭でグランプリを獲得。同年第11回歌謡大賞で大賞を獲得し、さらに第2回日本レコード大賞で大賞に輝いています。そして NHK 紅白歌合戦は1973年初出場から15回連続出場。出場回数は全23回。これは松田聖子さんに並ぶ出場回数で、赤組では9番目に多い出場数です。またその中でも鳥が3回、トップバッター1回を経験しています。2002年の紅白で3度目の落選をしてから以降出場していませんが、輝かしい出場歴です。美空ひばり、49年にデビュー後、悲しき口笛、東京キッド、私は街の子などをヒットさせ、天才少女と称されました。その後、お祭りマンボ、港町13番地など、名曲を次々と発表。歌謡曲、演歌からジャズに至るまで、天性の歌唱力と音楽センスで歌いこなし、日本歌謡界の女王として偉大な足跡を記しました。80年代も愛さんさんや、川の流れのようにをヒットさせ、常に第一線で活躍。89年6月に永眠もなお、その歌唱とともに多くの人に親しまれています。美空ひばりさんは神奈川県横浜市磯子区出身で、実家は魚屋を経営、被差別地域出身者と噂されました。1989年、美空ひばりさんの葬儀では部落解放同盟委員長からの花が飾られていたことも理由とされています。1943年、第二次世界大戦で父親の壮行会が開かれた際、父親のために歌った普段の母で、集まった者たちを感動させ、聴衆を涙させる歌声を披露した美空ひばりさん。その姿を見た母親が歌の才能に可能性を見出し、8歳という若さで歌による慰問活動や公民館、銭湯の舞台に立つようになります。1947年に歌手の前座として舞台に立っていこう、地方巡業にも帯同するようになり、9歳という年齢で本格的に音楽の道へ進みました。地方巡業の際、高知県で交通事故に遭い、仮死状態になるほどの怪我をした美空ひばりさんですが、心配した父親が歌をやめさせようとしたところ、歌をやめるくらいなら死ぬと、この幼さで音楽への強い思いを持っていました。1948年に美空ひばりの芸名で活動を開始し、その小さな体にあふれんばかりの才能に惚れ込んだ大人たちが次々に舞台や映画の企画を立ち上げます。当時人気絶頂だった俳優、歌手の川田芳雄が11歳の少女の歌唱力に可能性を見出し、美空ひばりさんと川田芳雄は師弟の関係に、美空ひばりの歌唱法に大きな影響を与え、師匠と言えるのは父親と川田先生だけと語るほど美空ひばりさんにとって大きな存在になりました。1949年に松竹踊る竜宮城の主題歌カッパブギウギでコロンビアから正式レコードデビューを果たした美空ひばりさん。12歳で主演を務めた映画悲しき口笛の大ヒットに伴い、主題歌も45万枚を売り上げるヒットを記録し、歌手として知名度を全国区に広げました。その後多くのヒット曲、ヒット映画を連発し、1960年には哀愁はとばで第2回日本レコード大賞歌唱賞を受賞。幼くして日本歌謡界の歴史に残る偉業を連発し、美空ひばりさんはいつしか歌謡界の女王と呼ばれるようになりました。萬田久子、
短大在学中の1978年、ミス・ユニバース日本代表に選出され、翌年上京しタレント活動を開始します。朝のテレビ小説なっちゃんの写真館で女優デビューし、多くのドラマや映画に出演。最近はバラエティや雑誌でも円熟した魅力を振りまいている人気の女優です。万田久子さんといえば、アパレルメーカーリンクセオリージャパンの社長であった佐々木チカラさんと事実婚状態で息子も誕生しています。しかしこの事実婚状態は、万田久子さんの実家が大阪の部落地区だったことが影響しているとの噂が根強くあります。部落出身者への差別は根強く残っているらしく、佐々木チカラさんの親戚一同が入籍に大反対したのだそうです。柏原芳恵、柏原さんは日本のスラム街として有名な大阪府大阪市西成区の出身です。西成区は通称アイリン地区としても知られており、犯罪発生率の高さで有名です。ヤクザの街というイメージが強い。繁華街南のある中央区ほどではないにせよ、西成区も地区有数の歓楽街。やはり治安の悪さは否定できないようですね。朝から路上で飲酒する人の姿は日常的に見られるといいます。天王寺駅から歩いて大阪市天王寺動物園あたりまでを境として雰囲気がガラリと変わるのだそうです。動物園の先まで進むと西成区特有の雰囲気を感じ取ることになるため、気軽に中心部まで進める人はいないでしょう。東京の渋谷や新宿など独立した繁華街と異なり、大阪の繁華街は緩やかな地続きになっているのです。何も考えず迷い込むべき場所ではないため、観光する際は少しだけでも緊張感を持っておく必要があるでしょう。この西成区出身で木部がつく名字の方はほとんどの場合被差別部落出身だと言われています。柏原さんには皇族に口説かれたものの被差別部落出身だったため、結婚はおろか交際もできなかったという逸話がありました。事実かどうかは定かではありませんが、柏原さんが通っていた小中学校出身の芸能人で、赤井秀和さんや屋敷隆人さんも同じように部落出身だと言われています。三田寛子、女優で梨園の妻でもある三田寛子さんは出身地を京都市内と発表しています。しかしネット上では、三田さんは京都市下京区の七条出身で、父親はタクシードライバーだった、七条第三小学校の近くの川沿いに住んでいた、中学校は七条中学で自分は同級生だったという書き込みが複数見られます。細かい情報が書かれていることから一見真実味があるように感じられますが、七条中学の校区に崇仁地区は含まれていないとの情報もあるため、三田さんが崇仁地区出身なのか、そもそも下京区の生まれなのかも不明です。三田寛子さんは昭和45年の幼稚園時代に父親と一緒に大阪の吹田市千里で開かれている大阪万博に行っています。小さい頃は天然パーマーで日焼けして、ショートカットにすると黒髪の形が男の子によく間違えられていたそうです。父親は礼儀作法には厳しく、殴られて鼻血を出したこともありました。また夏祭りでは園芸大会でアイドルの歌を歌って皆から人気者であったそうです。実家は染め物屋を経営していましたが、和服の需要が少なくなり廃業しました。父親の仕事で高野町から七条町に移り住んだと思われます。裕福な家庭ではなかったみたいです。小学校に入学して習い事は日舞を始めました。幼い頃とは違って、小学校では授業中に手を挙げられない消極的な性格になってしまいました。運動神経が悪く体育は苦手でした。夏休みのラジオ体操だけは参加して、ラジオ体操カードにハンコを押してもらうのが楽しみだったようです。また中学2年生の時、宝塚音楽学校に入学したかったのですが、母親に応募要項を見せたところ「容姿端麗」と書かれており、母親からは「あんたは無理やな」と言われ諦めたと語っています。また英語が得意だったのでスチュワーデスを志望していましたが、応募要項に「容姿端麗」とあり、その夢も諦めたそうです。中学3年生は受験生で皆は学習塾へ通い始めていましたが、三田さんは目標がしっかりしていたため学習塾へは通っていませんでした。
高校へは進学校へ進み、大学は英語の先生か京都の通訳の単位が取れる学校へ進学。すでにビジョンを作っていました。一人で友人もなく、塾にも通わず退屈していたところ、セブンティーにモデルの募集が掲載されていたのを見て、試しに読者モデルに応募したところ合格。夏休みに撮影したものが新学期に紙面に載ったため、中学の友達周りから反響がすごかったそうです。三田さんは中学時代は結構地味なタイプだったので、紙面に載った私ではないと言い張ろうと試みましたが断念。大変な騒動になったそうです。それを見た事務所のスカウトマンからスカウトされて芸能界デビューを果たしました。秋野陽子、スラッとした容姿にさっぱりとした明るい笑顔が印象的な女優の秋野陽子さん。女優業の他にも健康やダイエットの本を出版されるなど多方面で活躍中です。秋野さんは1957年1月18日生まれ、大阪府のご出身です。秋野さんは大阪南で呉服屋を営むご両親のもとで生まれ育ちました。しかし秋野さんが5歳くらいの頃、お父さんが保証人として知人の負債を背負うこととなってしまい、裕福だった暮らしが一変、家を失ってしまいます。当時秋野さんはまだ幼く、はっきりとは覚えておられないそうですが、かろうじて残された蔵で生活されていたことをなんとなく記憶されているそうです。この極貧生活のエピソードが秋野陽子さんが被差別部落出身なのではと噂された原因のようです。秋野さんは小学校の頃喫音がひどく返事ができず、学校ではいつも泣かされ、ひどく消極的で暗い子だったそうです。そんな秋野さんに小学校5年の担任が大きな影響を与えることになります。引っ込み思案な少女を学芸会の舞台に引っ張り出し、その時の一言のセリフが人前でスムーズに声が出た初めての体験でした。他者を演じる劇の中なら自己表現できると演劇の世界を進めたのもこの担任だったそうです。今でこそ明るいイメージがあるだけに驚きのエピソードですね。ここまで被差別地域の出身芸能人を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。法律は変わっても肝心な日本人の心が変わらない限り、差別はなくなりません。世界から差別がなくなることを祈るばかりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。